サファイア、リボンの騎士、サファイアは、手塚治虫の漫画、及び、それを原作とするアニメ、リボンの騎士に登場する架空の人物で、同作の主人公である。黒髪の美少女、サファイア、サファイアの番もありは、シルバーランドの王室の静着の女子として生まれたが、出生前に、天使チンクが天井で起こしたいたずらにより、男女両方の心を持って生まれた。この国のき手では、 男性だけが、王位継承権を持つため、自分の息子を王位につけることを狙う。ジュラルミン大公を欺くために、王とその側近により、世間を欺き王子であることにして育てられる。舞踏会では身分を隠すためにカツラをかぶり、甘色の神の乙女となる。事故により、国王が崩御したことにより、サファイアが王位を継承する式典の中で、 ジュラルミン一派の暴略によって実は王子ではないことが暴露されてしまう。罪人として母である、ふとしひと共に、カンオケ島に遊兵されたが、こっそりと隙を見て抜け出しては、リボンの騎士に噴して国民に圧政を強いるジュラルミンと戦う。以降、母国、シルバーランドを乗っ取ろうとするジュラルミン一派や、女としての心を奪おうと狙う魔女、アニメ版の悪魔は、 男の心を狙うを無効にして戦うことになる。しかし戦いの中で結局はシルバーランドを追われ、時に隣国にして敵対国でもあるゴールドランドにらわれることにもなった。後に甘色の神の乙女として出会った永遠の恋人、フランツ・チャーミング王子、ゴールドランドの多い継承者をめぐり物語が展開。 彼の助力とシルバーランドに居ましていた彼女の支持者の協力を得て男性のみの大位継承を撤回させて、シルバーランドの最初の女王として即位。後に、右与曲折を経てフランツと結婚して、シルバーランドとゴールドランドの対等な平和的併合を果たした。なお、原作である少女クラブ版とリメイク作である仲良し版とでは、以下の点が異なる。少女クラブ版では、 甘色の髪の乙女イコールサファイアという疑いを持った、フランツの手によって逃がされ、彼と互いの身分を隠したまま、一つ屋根の下で過ごす期間を持つ。また、メフィストと契約してウサギ、馬、鼻に変身する能力を得たことも、女王として即位した後、フランツのおじが勝手に軍を動かして、シルバーランドを攻撃してきた事態にフランツと共に、力して対応することになる。 フランツたちの協力で強硬派であるフランツのおじを拉致。フランツとサファイアとおじと三人で生活し、自身の人物を見てもらい、フランツのおじに結婚の許しを得て、これをもって両国の和平と平和的併合の筋道を作る。仲良し版では逃亡の途中で海賊、ブラッド、実は清掃の果てに古国ゴールドランドを追われたフランツの実刑と出会う。 彼とフランツの両方より求愛されるが、シルバーランドのゴタゴタでその両方に応えられぬまま、ジュラルミン一派の一人、ナイロン鏡の手により、瀕死の重傷を負う。ブラッドの命をかけた活躍により、命を完全に失うことは逃れるが、その代わりにブラッドは死亡。歌死状態となったサファイアを目覚めさせるため、フランツは美の女神、ビーナスに、その生還を買う。 しかしビーナスはフランツに惚れてしまい、サファイアは彼女の嫉妬を買うこととなるが、サファイアを守ってきたチンクラの応援もあり、苦難を乗り越えてフランツと結ばれる。フランツと結婚して後、彼との間にデイジーとビオレッタという男女の双子を設けて、二児の母となる。しかし、再び巻き起こった国の派遣をめぐる騒動に巻き込まれ、デイジーが行方不明となる。 サファイアはこのことを国民から隠すため、娘のビオレッタに、かつての自分と同じく男女の二重生活を強いてしまい、このことに心を痛めるようになる。そして騒動はついに側近、ダリア公爵の政治的な反乱という形で破綻を、来たし、娘のビオレッタともども城の塔に遊兵される。悲しむビオレッタに力を与え、自ら生きられるようにするため、 彼女に剣を教え鍛え上げて、リボンの騎士の後継者とした。その後、ビオレッタは見事にその役目を果たし、二代目リボンの騎士、として、行方不明の2位、デージを探し出し、彼と共に、サファイアたちを助け出すことになる。一方で、サファイア自身は助け出される寸前に、ダリアによって毒を飲まされ、歌死状態に追い込まれることとなる。母の死に涙するビオレッタだったが、 他ならぬサファイア自身は、自らの心臓の拍動を取り戻し、自らがまだ生きていることを無言で娘に伝え、ビオレッタに、下毒剤を与えれば生き返るという希望を与えた。2009年4月25日、手塚が少年時代を過ごした兵庫県宝塚市より、特別住民票の交付を受けた。手塚作品の登場人物に対する、特別住民票の交付は、 埼玉県新座市のアトムに続き2例目。作品における手塚による、スターシステムでの登場時の人物像の大元。詳細は上記及び、各作品の項目を参照。リボンの騎士と同じ作者のブラックジャックでは従来以上に、積極的なスターシステムの採用により、同作者作品の様々なキャラクターが別設定で、幾度も登場する。サファイアもこの例に漏れず。 いくつかの話にそれぞれ別設定で登場している。カッコ内は役名。物語の主役及びキーパーソンとして登場する。話は役名を太字で表記する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。